ラファエル・デル・リエゴイ・ヌーニエスは、スペインの将軍、自由主義政治家である。デル・リエゴは1784年4月9日に、アストリアスのティネオで生まれた。1807年に、オビエド大学を卒業すると、マドリードに転居し、陸軍に入った。1808年には、スペイン独立戦争に従軍し、フランスの捕虜となり、エスコリアルに投獄されたが、そこから逃げ出すことができた。 11月10日にデルリエゴはエスピノーラでロスモンテロスの戦いに参加し、再び捕虜となった。3日後にフランスに護送された後、釈放された。デルリエゴはイングランドとドイツ諸法を旅行し、1814年にスペインに帰国した。帰国後は軍隊に戻り、陸軍少佐となった。絶対主義の6年間の治世したデルリエゴは、 フリーメイソンに入会し、国王フェルナンド7世に対する自由主義者の陰謀に加わった。1819年国王が南アメリカの独立運動に対して10個連隊を編成すると、デルリエゴはアステリア連隊の指揮を取ることになった。しかしカディスに到着後、他の士官たちと共に、デルリエゴは1820年1月1日反乱を起こし、 1812年憲法の復活を要求した。後に1820年から1823年の自由主義の3年間として知られる時代の始まりである。デルリエゴの軍隊は反王政の放棄が始まるものと期待しながらアンダルシアの各都市に行軍したが、地方の人々は関心を示さなかった。しかしガリシアでは反乱が起き、スペイン各地へと広まった。 1820年3月7日、マドリードの王宮はバリエステロス将軍の指揮のもと包囲され、3月10日に国王は憲法の復活に同意した。新たに樹立された進歩的政府はディエゴを帥垂に昇進させ、ガリシアの司令官にした。1821年1月8日、ディエゴはアラゴンの知事となり、サラゴサに赴任した。 同年6月18日、リエゴはいとこである、マリアテレサデル・リエゴイブスティリオスと結婚した。1821年9月4日、共和主義者の暴動が失敗し、リエゴは共和主義者として、誤解に基づいた避難を受け投獄された。しかしリエゴへの支持は高まり、釈放を要求する抗議行動がマドリードで行われた。1822年3月、リエゴは、 国会議員に選出され、釈放された。1822年12月、ベローナ会議で新生同盟諸国は、スペインの共和主義者たちは、ヨーロッパの安定への脅威になると判断し、スペインに絶対王政を再びもたらすために、軍事介入した。その主力は、フランス軍で、1823年4月7日に、国境を越えて、スペインに侵攻した。ディエゴは、 第三軍を率いたが、フランス軍と地方の王党派の両方から抵抗された。9月15日、ディエゴは裏切られ、エン県のアルキリオスで捕虜とされた。デルリエゴはマドリードに護送された。特赦令が交付されたが、王立裁判所は王の権力を剥奪することに、議会で賛成した稼働で、ディエゴに反乱罪を宣告した。1823年11月7日、 ラファエルデル・リエゴは、マドリードのセバダ広場で、公主刑になった。リエゴを称えるために書かれた歌、リエゴ参加は、スペイン第二共和国の国歌となった。現在リエゴの肖像画は、国会の建物を飾っている。ありがとうございます。